ちは。今回は、はい、再び自作の鉄板を使って、はい、オムレツを作ろうと思います。オムレツなんかさ、ヘラでさ、はい、こうやってさやるやつ、うん、これをやってみたくて、はい、やってみたい。できるか。じゃあ、また一個ずつやろう。はい、はい、これね、先攻方が有利やけど、そうですね、どっちが綺麗に作れるか、作れるか勝負しよう。3個、卵を捨てる。これいいな。ないね、とか言いよったら時間がなくなるけん、はい、とりあえず、じゃあ畑くんからお願いします。はい、卵何個や。卵3個ぐらい使おうかな。じゃあから入れ、これ、はい、油どこ置いてあってくれ。なくしたなくしたものは、え、俺持ってきたと思うんだけど、神隠し。はいはい、畑くん、いけ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 、てらっしゃい。手を叩くことによって旗に行かせるという構造です。ことテクニック。ことテクニック。じゃあ先行よろしくお願いします。それでやりますかね。はい。火力が強い。ハンデを背負って立ちますわ。はい。あ、戻ってきた。早い。早い。早いから先行旗組んで。ほうちゃんさんがパクっとった。あ、そういうこと。先行旗組ん。俺。まあ、鉄板の温度調べるのが難しいけどね、先行は。なんかポイントですよ。ああ、よす、まあ、すぐ畑くん。俺は敵にしよう。わからんもんな。まあでも行こうかな、早速。行きます。わあ、難しいよ、これ。あ、斜めになった。あ、でもそんな感じ、そんな感じ。なんか、もう多分そんくらいの温度でしよった。はい、ね、こう集めていったら、オムレツに なりよったもんね。ですね。あ、めっちゃいい感じやん。ただ前回の焦げがなんかえ、いいじゃん、いいじゃん。ただのスクランブルエッグになるわ。いやいやいや、それいいんだよ。え、めっちゃ上手じゃん。いや、なんかね、そのカスは残りよったよ、動画の人も。ああ。先行振りやったね。あ、難しい、これナンバー低いよ。スクランブルエッグスクランブルエッグになってしまった。ナンバー低いよ、じゃ。くっそー、難しいね。でもなんか、はい、なんか美味しそうではあるよ。はい、完成しました。いや、難しいな、あれ。むずいね。ちょっと熟練の技があれ、いることね。じゃあ、2番手いかせていただきます。はい、油をお願いします、先生。はい、ちょっとこれ難しかった。ちょっと難しか、あ、こだ、これ上手にできる人とか、おってのか、これ。いや、なかなかおらんや。胸を組みは自信あるときの手法。自分のやることに自信あるとき、こいできんばよ、普通の人じゃって振るもんね。こい難しかろう。わざと普通の人はできんもん。いっぱいアピールしといてから、実は前からできてましたのをできて、お、できたこい無理ろ。結構無理を使ってから、こう、あ、温度高く上がっとっけん無理ろ。温度上がっとっけん無理ろ。なんか、そうやってこまめになんかちょい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 ってやって固めさすね。あ、無理ろ、普通の人じゃ。油足らんやつだっけ。油の足らんけん無理ろ。普通の人じゃ。お、こっから。いや、これ難しい。まるでスクランブルエッグにしかならん。なんで。あれ、お皿の人。無理ろ、普通の人には。ほら、あら、ほら、普通の人には無理ろ、ほら。上手。ほら、こっちが僕なんですよ。上手。ほら、見て、無理だ。めっちゃ上手にできたら。めっちゃ上手にできた。ね、なんで。できたよ。なんで。見て、これ割れる。結構包丁やったらよかね。包丁やったらよかけど、こうやってパカってやってオムライスに乗せれるように、ほら、うわ、オムライスに乗せれるようにこうなるわけよ。おったな。もう一回やる、もう一回やる。いや、ちょっと悔しいな。もう一回やる。ただちょっとやりたい。行くよ、もう。はい、行きます。はい、あー、いい温度、いい温度。おお、いいですね。もう一個作るけ。
お、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 いいじゃん、いいじゃん。え、いいじゃん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 。ほ、ほ、でも綺麗にならない。でもプリンプリンですよ。うん、うん、ちょっと美味しいわ、絶対美味しいよ。ほい、おー、プルプルや、プルプル。ちょっとお皿揺らしてみて。そうですか。うえー、無理ろー。ラスト、ラスト、ラストいきます。油お願いします。楽しい、楽しいね。いきます。俺さっきのいろいろ見て勉強になった。なんかくるくるって。お、お、でも温度加減は 今なんでしょうね、本当に。おい、私の方が上手かな。ちょっとサランサランになってきた。プル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 できました。じゃあ多分プルプルで美味しいと思うよ。そうですね、卵の身でも美味しくなるもんね。うん、で、二つ俺ら食って、はい、あとはみんなに配ろう。そうっすね。もう一個やります。もう一個やりたいけどさ、もう限界かもしれん。ね、それでは、はい、いただきます。いただきます。プリプリ、ほら、プルンプルン、プルンプルンで。いや、いいっすね。いただきます。うまっ。うん、うん、うまい。卵とケチャップって普通のフライパンでするよりはるかにも、なんでしょうね、とろっとろ、ほら、うん、とろっとろ。火力の感じなんですかね、本当に気分の問題と思う。お祭り感があるから、お祭り感があるからだけどと思う。まあ、これをさ、なんか具材入れてさ、こうやったらさ、別に包むタイプじゃなくて、はい、いい感じのできそうね。おむそば、今度チャーハンも作ってみよう。あ、いいですね。めっちゃ楽しそう。で、鉄板すごくきれいになるけんいいよ、うん、こうやって。ということで、はい、今回は、はい、憧れの鉄板で、うん、憧れの、オムレツを作ってみましたが、はい、成功です。普通の人は無理ろ。無理ろ。普通の人じゃもっと失敗しとって思うよ。俺らやけんここまでなんとか、ね、怪我せんごとね、やる人はリスクが伴うけど、この難しい技。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、はい。